8時間、8時間じゃねえ、80時間近くやってんだな。どうも。はい。セーラームーンは、ジュピター派です。どうもいいです。まあ、再アニメ化するらしいので、ワンチャン、三石さんだけね、引き継ぎという感じで。うむうむ。なんか言おうとしたんだよな、あと。あ、ヌーベイが実写化するらしいっすね。マジって感じで。じゃあ一旦帰ります。あ、ちょっとね、でね、次のボスのレベル見たら50みたいなんで、若干上げんときついかもしんないっすね。いきなりボスの、マジか。ボスのレベル上がったっつうか。これハイパートイレタイムじゃないのか。ゆかりさん。む。えい。いろいろあるんですわ。この間のちょっとあれですわ、訂正をしたいと思います。昨日ですね、ピンポンとか見てるときに、ペルソナ3の劇場版の PV 流れてきて、あ、これあかんと思って、もう行きます。1時ぐらいなんとかなるよ。本当はめっちゃきついけど、1時もう、頑張ってみる。さてと、江戸川先生。ああ、口実が欲しかったのか。ヘルメス。コーエンハイムだと、この名前は聞いたことがある。某錬金術師で。へえ。心霊スポット。はい。ヘルメスだろう。リリリン。そうだ、合気とかもやんないといけねえんだよな。なるだけタルタラス行くようにしようかな。はいはい。今日は魔術か。久しぶりだな。友近くんもあんまスルーしてると多分リバース立っちゃうかんな。持ってっかな、魔術師。なんかワンチャンないような気がする。あった、ランダか。そうか、ランダ最後に取ったんだ。オッケー。その前にいろいろやらなかんことが。いや、順平のね、なんか武器がさ、なんだ、いや、中確率でやけくそになるっていうのがあって、あれで侍によく殺されるっていう。やけくそって時と場合によるよな。
敵によっちゃめちゃくちゃ強くなっちゃうからな。要するにあれなんだよ、攻撃力めっちゃ上がる代わりに防御力めっちゃ下がるっていうあれなんだよ。しかも攻撃2回できるっていうのがまたね。風邪薬買うか。うん、黒ひげさん、黒ひげ違う、白ひげさん、白ひげも違う、青ひげさんのとこに、ね、黒ひげと白ひげって完全にワンピース、ワンピースいいよね。ワンピース全然、僕はですね、全然見ないんですけど、あの、赤足のゼフと、白ひげと、ドクターヒルール君とこが大好きです。ドクターヒルール君、おめえ最後かっこよすぎだろ、ほんま。うん。お、よかったー。え？疲労に変わった。ほんまって言っちゃった。エセ関西弁が出てしまった。なんか人の怒らせ方にすれば1週間大阪に転勤してなんか関西弁で帰ってきたっていうのがあったんです、うん、よし。人の怒らせ方ね、あれね、言いたいことはよくわかんだけどね、あの、過剰なんだよね。待って、疲労ってことは回復、風邪薬でいけないやつ。どうもっす。風邪薬ってなかったっけ、気のせいだった。とりあえず売るか。あの左の奥の姉ちゃん、あれはあれなのかな、薬剤師のお姉ちゃんかなんかなのか。すげえダルソンしてるけど、うん、知り合いじゃないで。これなんだよね、これで俺殺されまくったんだよね。一応まあ取っとくけど、うん、2ハンド今3本あって、うん、まあいいや、1本残しとこう。1本つけてる、あのやたら殺されすぎたから、うん、売りまくれ売りまくれ。ヘルシド、すげえいっぱいあるんで。ちょっと待って、別にいっか、ん、毒か、一本だけ残しとくか。一応シルバーサーで、うん、カマーサもいっぱいあるんだよね、三つか。これで残す。おお、重藤。あ、これあれか、前またやり直したから売ってない状態か。ヘビーアックス、これ元からガキさん持ってるやつだな、うん、でこれか、ビーストファンク、うん、クショット、うん、グレネード、んこれどうだったっけな、これ拾ったやつか途中で。じゃあ、あれか、うん、いや後で見てみよう。占い占い、これダメだまだ、うん、これも拾ったやつ、この辺もいいか、うん、なんかあるかなと、うぐー、うん、これね、ダンジョンからこれはあるんだよな。あれないのかな、戦闘中に強制に逃げられるやつ。あれやっぱペルソナの能力だけかな。これじゃあ2個。
お、200万超えてる。やれる。ついに超えました、200万。ふぅ。うん。オッケー。まあ、買いに来るのは明日なんだが。あ、そういえば17日だったっけ？忘れないようにしないと、クエストのやつ。うん、疲労か。金曜日、今夜も行くか。ちょっとレベル上げないとな。風でもトイレで、うん、一応疲労まで治ったから、まだ次の日風邪になったら意味ねえって。友近くん超久しぶり。てか他のやつリバースになってねえの、ちょっと見てみよう。いや、ブロー君って初めて見たわ。この間あんな風になっちゃうんだね。あれってどうなるんだ。あれ、まあ直せる、一応直せるって書いてあったけど、うん、一応今のところ忍者と正義がマックス、あ、悪魔もか、塔もまあやってれば、でキングがあれか、うん、ばらついておりますな。あ、ちょっと待ってください。OK、来ません。ウィー。トイレ行きたいの。おお。今一瞬あのしかめ面見て、やべえ、これリバースかと思って。若干俺弱気になって、さっきリバースじゃなかったのにみたいな。うっす、久しぶりだね本当に。おお、神社や。うん、こっちらしい。うん、まあそうだよね。どうした、子供できたとかじゃねえよな、まさか。ああ、らしい。現実的に言ったら、まあまあ、まずは落ち着け。うん、ぐう、男や。コロちゃん、11日は何もないな、特に。風花ちゃん、ちょっと聞いてみましょう。余裕だから。これもう一回トイレ行ってワンチャン昼と夜でとかないのかな。ないかな。
ていうかそうだね、あれ連れてくの天田くん外してコロマルにしようかなと。うん、あどうしようかな、もうガキさんを外すのかな、外すのが一番いいのかな。コロマル無効なんだね、アギね。いやだってさ天田くん、あ4人が体調崩してる、はい今日やめとこうか。ガリちゃん40になりました。ばらつきがあるんだよね、一番上35ぐらいだからな。みつる様、みつる様火炎弱点だから完全に無理なやつやな。真田さんも40、でも4人疲労でもさあと5人使える、ん4人もう4人残ってんのか、すごいな。今日はやめとこう、今日は45じゃない43か、でもちょっとばらつきがあるな。コロマル、うん、あコロマル次マハムド覚えるんだ、熱いな。よし今日は無理だ。まあ自分もあれだったし、よし、うん、オプションとこ行こう。多分次で上がる。ウィッシュ。うん。ウィー。うん。おほやってますな。これっぽい。ほほ。これ勘違いしてるやつか、からかわれてんのかと思った。そっか飲みすぎて、うん、どっちからし、うん、おほほ、はあ、おお、多分あの心配なんだろうな、それでなおさらだろう。そっかそうなんだな。うん、うん、うんうん、うん、あー、そうなんか、こっちらしい。
なるほど。大変だな。型破りな。そう、寝ます。そっか。あ、でも次の日は学力上げないとな。まあ2日ぐらい上げた方がいいよね。うん、うっす。うん、おお、小野先生。うん、もうちょっとだから頑張って。うん、うん、目なんて閉じない。うん、うん、俺の予想だとそろそろなんだけどな。まだ先かな。今月ぐらいはじっくり行った方がいいかな。お、今日は先輩たちは来ないぜ。けど召喚機とかはやっぱり返せねえってさ。うん、期待はしてないけど、だからここで監視してるんだろうし。あ、この前の怪我大丈夫か。へそがすぐ治っちゃうんだったな。そういや千鳥、今日は絵とか描いてねえの。別にいいでしょ。ああ、そりゃもちろんいいけどさ。あれ、しおれちまってんな。外まだ暑いしな。はい、いいって。俺変えてくっから。すっげ、何今の。私の少し化けただけ。治癒の力ってこんなことまでできんだ。すっげえマジックみてえ。なんか千鳥ってすごいよね。別にすごくないよ。純平だって力があるんでしょ。これだってその一つよ。まあそうなんだけどさ、俺の場合それ以外が何にもないっつうかさ。俺この力を取ったら正直何もないんだ。正義のためなんて口ばっかでさ。俺ほら半端っていうかさ、何のために戦ってんのか、つか何のために生きてんだろうな。何のために、ガキの頃はさ、バカみたいな夢とかあったけどな。夢？メジャーリーガー、アホだろ。ま、ガキん時なんてそんなもんだろ。わかんないな。私は小さい頃のことあまり覚えてない。覚えてるのは白い部屋、ずっと真っ白。病院は嫌い。そっか、うん、ごめんな。でもここにいれば純平が来る。だから今はここでいい。千鳥、そっか、なら全然来るよ俺。微笑まなんだが、っていうか野球の伏線って あれだったのか。監督の伏線が、うん、順平ね、 P4U3 が出たらメジャーリーガーになってっかも。ゆかりちゃんも女優になっとったからな。うん、ゆかりちゃんぐらいのねルックスとスタイルだったら、まあ当然っちゃ当然なんですよね。あ、黒ひげさんのとこ行く人だからさ、それワンピース、白、青ひげさんのとこ行こう。青ひげさんでもワンチャンワンピースにいても違和感ないよね。いかついし、うん、
強そうだしね、うん、言うたらダイダラの親父もダイダラの親父もかっこいいよな。うん、200万超えたかついに。金があとラス1ぐらいだと思うんだけどね。なかなか買っとくぞこれ。結構使っちゃったからな。ストック30、いやもう40、ちょっと金に余裕ができてきたから買えるときに買っとこう。これはいいか、増えないな。もうこれマックスなのかな。ハンゴン鋼とか欲しいんだけどなまあいっか。アクセサリーショップはどうですかね。っていうか俺のレベルいくつだっけ。ボスが50でしょ。47か、いけんのかな。一応じゃあ山田くんとあれだ、なんだ、いやもうガキさん入れたいんだよな。増えないか。コロマルが火炎ブロック、そうするとでもコロマルの攻撃アタックだけになっちゃうのかな。別にいいけど、それのそれでもあれね、メギドラが結構きついね。この間メギドラだけで殺されたしね。さてじゃああれだ、今日5期が終わるかな今日で。一回あれだな、リバースね、うん、ちょっと積んでたからなあの状況、うん、水曜日と土曜日どっちも潰されたっていう。ピンポイントすぎるだろう。行きましょう。あ、たまには売店寄ろうか。うん、すげえ増えてるうん、カツサンド記念に買っとこう。いっふう、うまいよね。300円か、よっぽどいいやつだろうな。モスバーガークラスなんだろう。ふう、あ、いる、いてはる。あ、これ確定。はい、うん、行きましょう。まあ、工程が一回遅れちゃうわけだから、これは仕方ない。おわっ、ういっす。一体何を渡してくれるんでしょうか。いやー、わだかまりもね、なくなって。いえいえ、うん、おっ、女の子ですわ。うん、なんかやばいな、ちょっとそれはグッとくるな。あなたもいいお母さんになりますよ。ん？うわ、マジか。おわ。これ。これまあこっちか、うん、うん、はい、
よかった、ジークか。うん、なんとかね、あの風花ちゃんのあれともかぶんないでいけましたね。ギリギリだったけど。おーし、だいぶまあ先になりそうだけどね、ジーク。うん、なんかでもな、やっぱな、心が痛いな、スリーは。うん、仕方ないんだけど。うん、あ、おかえり。あとゆかりちゃんとみつる様とあれか、ふうかちゃんか、部活のメンバーか。あ、美少女が3人揃っている。あ、4人だった。うん、高いドッグフードか、いい人すぎる。そろそろいい時間、一旦切ります。